はい、毎日学習会の話です。早速やっていきましょう。今日は、まあ、なんて言うんだろう、SAT の AO で、あ、これ落ちるなと思う受験生の特徴みたいな話をちょっとしようと思います。よろしくお願いします。で、まあ、一言で言うとね、なんか例えば体験授業を1日間受けて、あ、じゃあ入試の1ヶ月前に行きますみたいな感じで行って、ブチって切られる。で、その後、入試の1ヶ月前になっても来ない。で、なんか3日前とかになって、まだ全然できないんです、やばいです、どうしましょうみたいな。みたいな。で、それがやっぱり一番まずいですね。だから、今日の動画の、あのお話ってのは、予定を引き延ばすなっていう話です。あの、先送りで、どんどんこう引き延ばす癖がある人って一定数いる。時にこうやっぱり引き延ばしをすると、基本的にその引き延ばしをした時に来ない人ってめちゃくちゃいるので、基本的にやっぱ引き延ばしをしない。で、その人が例えば2年後とかに、いや実はまだ SACA を受かってなくてとかって来ることって結構あるんですよ。で、その2年間何だったんって私は思うんですよね。無駄な2年間で、別に他の AO の塾とか行ってそれで受かったとかだったら全然いいんだけど、それは競争だから。他の AO の塾も行ってない、うちも行ってないで、自分一人でやったんだけど予定先延ばしにしちゃって書類もできないで落ちちゃう。やっぱり結構きつい。その私の個人的な話をすると、私は一般入試で、あのなおかつ私塾行かないで行ったので、小論文添削とかも受けないで、まあ、当時あった SAT 対策の塾ってのは基本的にうさんくさいのがばっかあったから、もうそこ行かない、もう自分でやるんですよ。全部自分でやったんですけど、だからそれは私が起業したからそこの塾潰れましたけども、だからこうそういうのがやっぱりすごく大事っていう風なところがあって、そこをやっぱり考えていくっていう風なところなんですよね。っていう風なところがやっぱりすごく大事なので、あのそういう風なところをやっぱりしっかり見ていく。で、引き延ばしをしないための仕組みを作る。例えばだから普通の塾だと週1回とか週2回とかの授業のことが多いと思うんだけど、毎日学習会の場合基本的に毎日授業しますんで、毎日授業してるとやっぱり引き延ばしするのって結構難しいよね。だからそこをやっぱりしっかりやっていくっていうところが非常に大事で、本当にあのそれができるかどうかっていうところが、あの非常に大きな鍵だと思うんですよ。だからやっぱりそこの部分をちゃんとやっていきましょうっていうふうなあの話であったりとか、あのそれがやっぱりすごくあの非常に必要な部分だと思うんですよね。で、あのそれがやっぱりできるかどうかっていうところがすごく大事だと思うから、あのちょっとそういうところをね、やっぱりこうしっかりやっていくっていうところがあの非常に重要で、まあ、あのそこ本当にそこの部分だと思います。それができるかどうかっていうところが、非常に鍵だと思いますので、引き延ばしをしないってことですね。あのそこのことを本当に強く意識して、あの日々やっていただければな